主差し海岸のささやき、青森県最北部に位置する神秘的な場所、主差し海岸、荒々しい海岸線、ささやく風、かつて繁栄した武士村の名残が残るこの静かな場所で知られています。寒い秋の日、友達の雪とひろしは、主差し海岸の秘密を探求することを決めました。寒さを感じる空気と、波が岸に打ち寄せ、遠くのカモメが旋回する中で、友達は深く探索することを決意しました。彼らが古代の木々に近づくにつれて、雪とひろしは昔ながらの雰囲気が漂う森の中へと足を踏み入れていきました。影が舞い踊り、太陽の光が葉を透過し、神秘的な雰囲気が広がっています。彼らが武士村の跡地に近づくと、雪とひろしは苔むし堆積に出くわします。雪の手が風化した石に触れ、ひろしは誠意茂る小道を調査しています。そこで彼らは風化した巻物を見つけました。雪が優雅に巻物を開くと、興味津々な表情を浮かべ、ひろしも寄り添って、古びたが精巧な図や文字が描かれた紙に夢中になっていきます。巻物に描かれた自己犠牲の武士の物語が生き生きとしたイメージとなり、銀色の髷をした武士が数世紀前に繰り広げた自己犠牲と犠牲の物語が描かれています。巻物から得た古代の教訓に感銘を受けた雪とひろしは、その教訓を具現化するために行動を起こすことを決意しました。自己犠牲の武士の精神に触発され、雪とひろしは主差し海岸の放置されたエリアを修復するためのコミュニティプロジェクトを立ち上げました。このプロジェクトは、自然の美しさだけでなく、名誉と犠牲の価値を再生させることを目指していました。数週間が経ち、彼らの取り組みは勢いを増していきました。地元の人々も参加し、主差し海岸は生き生きとしたコミュニティスペースへと変貌しました。かつて忘れ去られた武士村は、文化の交流の中心地となりました。